さあ、日の広場へようこそ、日野田。今回はですね、またしても私、オリパを購入いたしまして、あるだけくださいって言ったら、今回ちょっと少なくてですね、量がちょっとこれだけ、はい。これだけですね。少ない。少ないね。今回はね、500円オリパ。1000円じゃないです。ただ、有料カードも入ってるということなので、買おうかなと思いまして、一応ね、当たりがですね、はい、こんな感じなんですけど、ドドドーピードップのシク、ニコルボーラスの UGC、ルッキン、ガヨンダムの通常、この4枚が当たり枠で入ってます。限定50口で1口500円、で、キズ有料カード1枚プラスキズキラカード1枚の2枚入りとの形になってますね。なるほど。はい、ということでございます。さあ、時刻はですね、4時を回ろうかというところで、ティス君も今起きたところなんですけれども、ここでですね、動画を撮っていきたいと思います。さあ、ティス君のコメントにも期待していきたいなと思いまして、まず一発目開封させていただければと思います。寝起きだから何言うか分からんぞ。もう本当に下ネタはダメだぞ。ピンは言うかもしれない。本当か。さあ、一口目はバイナラドア。めちゃくちゃいいじゃん。欲しかった、ちょうど。あ、プロモじゃん。うん、プロモ全然あり。ポイザムライとバイナラドア。マジで俺さ、ガンバトラーのさ、レートさ、1枚だけ足んなかったんだよね、バイナラドア。だからめちゃくちゃちょうどよかったわ。欲しかったから、欲しかったものが当たるのは俺、水神悪くない。500円でしょ。なんか身の神500円の外れって考えると全然ありだなって思っちゃうな。でも500円か。よいしょ。まあ、これはですね、向いてる時はね、ちょうどディエマプレイスが、あ、これ身の神とエタトラじゃん。なんだ、さっきエメラルド流星となったぞ。ペア価値が違うな。まあいいか。全然違うな。まあいいけど。これはですね、撮ってる時はちょうどディエマプレイスがですね、今メンテナンス無限に入っててできないタイミングですね。ただまあ氷パを買ってね、気を紛らわしてるところですね。本当はめちゃくちゃやりたいんだけどね、謎まで出ました。なんかそこら辺が多いね。そうだね。なんかグランセクトの UGC のね、マスターレア系。いやー、ディエマプレイスさね、もうちょっとメンテがね多いからどうしてもって感じだけど、バブルギーヌスと禁断のペランダムじゃん、これは。ペランダムよ。これペランダムですね。皆さんペランダム知ってます？これコロコロ高についてきたカードだよね。ん？それあれだね。ん？普通にパックじゃなかったそれ。あ、パックなのこれ。あ、そうなん？全然ピンタワンじゃん。すごいな、これ。はい、こんな感じですね。結構イラスト好きなんだけどね。バブルギーヌスもあたりでしょ。オッケーオッケー。いや、まあなんか1枚出てほしいな。でもラストアーショーがね、いつもの流れだとあるから。ああ、おニコル・ボーラス。はいはいはい、来ましたね。 UGC、うん、いやー、まあニコル・ボーラスがラストワンだったのかな。ルッキンの宿かと思ってたけど、相場的にどうなんでしょうね。まあニコル・ボーラスの方がちょっとさすがに高いのかな。まあでも最近なんかね、やっぱりミツァイルが連動になったんで、もうシーコンとか今後出てくるんじゃないでしょうか。というところで、おかっこいいネオボルシャックドラゴン。あ、これはあれですね、ちょっと今後強くなるであろうミラクルストップですね。悪くないですよ。ミラクルストップの効果知ってますか？4コスグラビティゼロでエンジェルコマンドドラゴンがいたらあれですね、次は相手に呪文唱えられないって効果ですね。結構強い、結構強いですね。今もう当たりはもう出ないんで、多分まあ12分1ぐらいだったのかな。あ、謎水出ましたね。ありがとうございます。謎水欲しかったんでしょう。でよかった。いやー、ディエマプレイス早くやりたいんだけどね。ディエマプレイス全然さ、やらせてくれないんだよね。やりたいな。お、びっくりした。ドンジャングルかと思った。すごい、めっちゃ似てる。ドンジャングルにデラックスガンザンドン7、初めて見た。これ何のカード？ガンザンドン7、何のカード？それあれじゃないの、なんかデッキじゃないよ。ああ、そうなんだ。知らなかったな。まあ、謎水の艦隊嬉しいからね、全然いいかなと思います。さあ、カメラのね、あ、なんだこれ、ん、あ、ファンパイか。びっくりした。ファンパイ入ってんの？ファンパイ入ってた。分厚いなと思ったら、あと殴れだな。嬉しい。あと2口なってましたね。さあ、残りのバッテリーも残り9分なので、ちょっとここら辺からですね、超スローモーションでパックを開けていきたいなと思うんですけれども、って言っても一口目に、あ、オーリリア、嬉しい。あ、カラフルナスオだ。お、なるほど、カラフルナスオ。
うん、ちょっと相棒がさバロンゴーヤマ先生もさ言っちゃったしさ、そうなんだよね。じゃあ最後の一口ですね、これは何でしょうかということで、はい、ミラクルストップとボルベデスホワイトドラゴン、やったぜ。今回は当たりニコル・ボーラスが UGC 出ました。でそれとは別に、まあ、こんな感じでですねパラパラパラと出ましたね。はい、よかったよかった。ファイナルドアが何気に嬉しかったかな、欲しかったから、うん、ちょうどよかったですね。はい、というところでいかがだったでしょうか、今回の500円ゴリパ。ちょっと数は少なかったんですけど、たまにはねこういう動画もあってもいいのかなと思います。まあ、またなんかデュエルマスターズのお話とかあったら話していきたいなと思いますので、また次の動画見てください。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。